まずこの作品が何なのかを把握するために海外映画祭に出してみようから始まったんですよね。いくつ送ったの？110ぐらい。行動力がすごいなと思って。ただ映画祭に参加しに来ているわけではないので、とにかく一人でも多くの映画関係者に見てもらうために、 QR コードのアンケートの紙、なるべく現地に行ってお客さんからのリアクションを拾いに行けた方が、オンラインイベントがあると連絡があったのでこれから参加します。結果から言えば、しんどかった。まあお金をどうするかと、ロビー活動してるやつの方が当然強い。一番の問題が英語、英語だと思いますよ。日本はインディーからメジャーに行く人少ないよね。どんどん新しい人と知り合って、毎日プロデューサーと口論して、世界中から才能がある人間が毎日集まってくる。交流っていうのがもう絶対条件。海外を目指して海外の人と組むことによって、より次の飛躍に結びつけた。And next is best sci-fi feature film. 次来た時はこの人ちゃんとバジェット取れるようになったんだって思ってもらえるようになりたいなとは思いました。